室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、こちらのアトリエヌズさんの2022年春夏の展示会にお邪魔してみました。実はね、こちらの展示会場、私どものオフィスから徒歩2分ぐらいの場所にありまして、今日はお邪魔させていただきました。それでは早速行ってみよう。こんにちは。いや、これほら、皆さんにご紹介したフロントタックロングワンピースブラウスあとはね、これフロントタックカットソーワンピース、はい、これもね、本当に皆さん大人気で、みんな大好きアトリエヌズさんの展示会なんですけれども、もうこちらもね、ご存知ですよね、袖リボン付きワイドシルエットブラウス、これもね、黒もね、なかなか素敵なんですよ。さっきからも皆さんにご紹介したものばっかりね、お伝えしておりますが、もう今回はぜひともちょっとこちらをご紹介したいなというふうに思ってます。白とね、黒があるこちらのブラウスをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、見てください、このシャーリング、かわいい。しかもね、見て見て、これちょっとね、ゴムがここにピュッと入ってて、ここをグッと下げて肩をきれいに出していきたいっていうのがあったんだけれども、私が肩幅が広いっていうのもあったりとか、中途半端にゴムが入ってるような感じだったので、ググッと下げられなかったんですよ。それが見てください、叶います。めちゃくちゃ綺麗に伸びて、普通に肩出し、デコルテ出しをしたくない方はこのままの状態でお召しいただけると思うけれども、ぐわっと引っ張って肩のところに綺麗に乗せて、デコルテを綺麗に見せるっていうことも叶っちゃうわけなんです。しかも白と黒両方あるので、もうこの夏これ1枚それぞれ1色ずつあると結構いいんじゃないかなっていう風な感じでね、ちょうどこの子が着てるのでここで最初からご紹介しろって話なんですけど、見てください、このね、デザイナーさんのね、優しい心遣い。例えばここに肩があったとしたら、下げた瞬間にここにこうガタつけが来るじゃないですか。こういうのをすごく考えてらっしゃるので、綺麗に肩のラインが来てることで、どこまで下ろそうが胸も綺麗に隠していただきつつ、肩幅がある方ない方関係なく綺麗にお召しいただくことができます。でしかもね、ここのね、プリーツが可愛いじゃないですか。日本の女性の方多いのが、この辺りが私貧弱なのっていう方多いんだけれども、この胸の辺りを綺麗にカバーしてくださる、そういうことが叶うブラウスだと思います。手元のシャーリングとゴムの部分もすごく可愛くできてますので、なかなかうまく痩せ見えもできて叶うようなブラウスなんじゃないかなって思います。で持ってる感じがすごくだらしない感じで持ってしまってごめんなさい。ちなみにこちらの素材を教えていただけますでしょうか。そちらレイヨンポリエステルになります。レイヨンポリエステル、デザイナーの庭さんが教えくださいました、ありがとうございます。ちなみに黒がこちら。さっきもね、ちょっとね、お話ししてたんですけど、光沢感もあってすごく軽くって、日本の着物の羽二重的な、なんかなんていうんですかね、そんな感じの素材なので、着ているストレスもないっていうような、あれ着てたみたいな、そんな感じの雰囲気です。そしてね、こちら新しい商品なんですけれども、コクーンデザインカットソーワンピースです。コクーンっていうのは眉のような形っていうところなんですけれども、下ご覧ください。だいたい割とね、 A ラインのワンピースが多いと思うんですが、下のところで切り替えをしていることによって、立体的にふわりとした感じで、足元にまとわりつかず立体的な感じでストンと下がってくれます。この夏なんかにすごくいいんじゃないですかね。なんかもうすでについこの間まで寒かったのに、湿気がすごくじっとりとかしていますよね。そういう時にまとわりつかない、でしかもこの素材すごくいいんですよね。確かポリエステルレイヨン PU でストレッチ性があるので、ゆったりはしてるんですけど、キックバックがいいので膝が出たりとかそういうことがないので、着心地もいい素材ですし、メンテナンスも楽ですので、ぜひ。私が着るとちょっと今日ね、ヒール高いもの履いてきてしまったんですけど、私が着ますと膝がここら辺にあるんですけど、多分皆さん160センチ前後の方がお召しになると、このラインぐらいに膝ですよね。そうですね、今お持ちのがサイズが、失礼します、みなさんです、後ろ姿だけ、あこれが S なのですごく短いんですけども、はい、こちらでこれが L になると、これだけ丈も長くなりますので、はい、落ち感のいい素材なので、サイズ普段 M をお召しの方でも L サイズでストンと落として丈を長く着ていただくこともできます。いいですね、やっぱりここにもタックがね、ついてますね。なんて言うんだろう、どうしてもやっぱりここら辺が寂しいものって多いじゃないですか。そうなんですよ、年齢を重ねていくとよく言われるのが胸毛そ問題、胸毛も問題この辺とかをやっぱりつるんとして見せたくないので、ちょっとアクセントをつけると、そこも表情が出て綺麗にお召しいただけると思います。いいですね、ここがね、またいいじゃないですか。ちょっとこう外側に出て、しかもクッと中に入っているから、ね、このデザインがまた素敵です。で後ろはシンプルにストンと落ちる感じなので、はい、ラインも拾わずに背中の肉問題解決でございます。でね、私ね、この中でも特にまた気に入ったのがこれ、すごくない？これベルギーの朝リネンを使ってるんですけども、日本で
で作ってるそうです。でね、しかもね、あ、さっきから金額言ってなかったけど、このブラウス金額が7800円、こちらのワンピースが8800円です。そしてね、この麻のストール結構大きいんですよ。色が3色あるんですけれど、こういう感じですね。このちょっとね、くすみピンク的な感じの、こちらきっとお好きな女子が多いんじゃないかなっていう気がします。もう私はもう見た瞬間これいいなと思って、オリーブグリーンので、しかもね、これだけ大判なので、後でね、改めてきちんと巻き方とかもいろいろとちょっとご提案したいと思いますけれど、ただ単に普通にこうさらりと巻くだけでも絵になると思いますし、朝なのでね、やっぱりこれからの季節汗かいたとしてもちゃんと吸収してくれるので、しかもね、すぐ乾くっていう利点があるから、これ一つ持っておくとすごくこの夏いいですね。確か金額が16000円で、全て税込みの価格だそうです。でね、さっきもちょっとお話ししてたんですけど、例えばバッグの中とかに染ませておいて、ワンポイントみたいにするっていうのも素敵だと思いますし、もちろんね、これだとちょっと結構ちょっとしたボレロみたいなものも作れたりとか、本当はもったいないけれど、ビーチとかでパレオみたいな代わりにできちゃったりするんじゃないかなと思います。でね、さっき聞いた話だと、ここのね、フリンジ、このフリンジを日本の職人さんがちゃんと手で作られたんですって。この素材と同じぐらいのコストをかけて作ってるっていう話までさっき入手しちゃいました。なのでね、これちょっと向こうで作ったものを輸入した、そんなような雰囲気に見えますが、全くの国産、リネンの糸だけを輸入して作ったっていうことでございます。というわけでね、あとはね、こちらタックデザインロングブラウス、実はね、これオレンジもあってね、青みのあるオレンジだったりとかします。あとこちらもね、前にもご紹介したスカシドット柄ニットボレロ、ニットボレロですもございますし、こちらのね、奥行きのあるプリーツもありますし、何よりもいいのがね、定番で出してくださってるっていうのがすごく頼む、こちら側としては嬉しい限りです。はい、もう大人気のこちらのワイドパンツもね、実はね、ワイドパンツの上にこちらトップスもあったりとかして、セットアップでお召しいただくこともできます。それからね、もうそろそろ私着始めなきゃなと思っているのがこちらのブラウスです。いろんな着方ができてね、もちろんリボン結んでいただくこともできるんだけれども、確か去年でしたっけ、スタンドネックっぽい感じでお召しいただけるようにもご紹介したことがあったと思います。白と黒、ちょっとね、ノースリーブ袖出したくないって方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、この雰囲気がね、オードリー・ヘプバーン風になるんですね。というわけで、ザザッとすごい勢いでお伝えしてきましたが、なんかね、本当にうちのオフィスから歩いて 2,3 分でいい匂いを嗅がせていただいたっていうような、そんな気分にさせていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、はい、シャーリング袖ブラウスを着てみました。後ろをね、このように出して、展示会の時のボディちゃんが着てたと思う、そのまんまの通りのコーディネートしてみました。このスカートはね、ウエストリボン朝コンラップスカートと合わせてみました。いかがでしょう、キュートですよね、このスカートも。でね、お伝えした通り、このようにデコルテをね、綺麗に見せる、ここら辺はあんまり見せたくないけれども、この辺りはちょっと見せてもいいんじゃないかなっていうところで、ギリギリな感じでいかがでしょうか。見せすぎず隠しすぎずな感じでいいんじゃないでしょうか。どこに肩が来ても問題のないデザインです。でね、こちらをご覧いただくと分かるんですけれども、やっぱり少し後ろが長くて、前にゴムが入ってるんですよ。なのでね、ちょっと黒も着てみますけれども、やはりブラウスのフロント部分とそれからバック部分っていうのが雰囲気が違うところがまた良さなんじゃないかしら。はい、黒を着てみました。中に着ているのはユニクロとマメさんのコラボのワンピースでね、今このようにしてちょこっとね、肩を出してます。先ほどと同じような着方、前にね、ここゴムが入ってるんですよ。だからこの辺りで止めることももちろんできますので、ちょっとこのままストンとお腹を隠すこともできます。ちなみにこんな感じでシュッ、これが肩を出さない着方です。これはこれで可愛いんじゃないですか。黒同士だからね、ちょっと分かりづらいかもしれないけれども、このようにね、お持ちの黒のワンピースの上にさらりとこう羽織っていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、先ほどのね、白に比べて、ないね、先ほどのね、白に比べて透け感はほぼほぼありませんので、気になる方はね、黒もいいんじゃないですか。シルキータッチな感じの素材で、しかも軽くて涼しい絵でございます。じゃん、
かがでしょう。こちらのベルギーリネン、フリンジストールも一緒に巻いてみました。小顔効果でしょ。これぐらい大きいのが首の前に来るとね、小顔効果抜群なんですね。で、胸元は特徴的なこちらのタックが入ってますよ。立体的にあなたの体を美しく見せてくれる。そして袖のね、長さはこれぐらいです。腕が長いので短く見えるかもしれませんけれども、多分肘ぐらいまで来るかな。そして特徴の一つであるポッコリシルエットをご覧ください。足元をご覧いただけますでしょうか。普通にこう A ラインだとただ単に落ちてしまうところを綺麗にふわっとポッコリシルエットにしているのがなかなか素敵なデザインじゃないでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、ほら展示会場行ったじゃないですか。展示会場にね、偶然もうアトリエヌズさんのデニムっぽい感じのね、ペンセルのワンピースをお召しいただいて、偶然入っていらっしゃったんですって。そして私とも、まあ本当に奇遇ですねみたいな話をしてたら、あ、いつも見てますってこれをやってくださったんですよ。こんな偶然ってあるんだななんて嬉しかったです。というわけで、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それから LINE の公式アカウントへのご登録もまだまだお待ちいたしております。それではまた次もコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。